80年代にロック界の女王として、圧倒的なハスキーボイスでミュージックシーンを席巻した、葛城ユキさん。残念ながら、今年の6月27日、73歳で旅立たれました。彼女のことを振り返りながら、いろいろ調べてみることに、葛城さんの代名詞とも言うべき、名曲、ボヘミアン。実は、元歌手の大友優子さんのために、飛鳥さんが書いた曲のカバーだったのは有名。デビュー時の葛城さんは、ニューミュージックを歌っていましたが、この曲のヒットで一気に大ブレイクして、女性ロックシンガーとして名を馳せることになります。そんな葛城さんが歌手になったのには、とても特殊な事情があったのだとか。1949年5月25日に岡山で生まれた葛城ユキさん。高校時代はバレーボール部のキャプテンで、アタッカーで国体に出場するほどの選手でした。高校卒業後は実業団の名門の倉敷紡績に入った葛城さんですが、アタッカーとしては認められませんでした。その理由は身長が167センチで、低すぎたことが理由でした。アタッカーからセッターへの転向を促されますが、葛城さんはこれを拒否し、なんと1ヶ月で退社して、親の反対を振り切って大阪に向かいます。もともと歌手になりたかった葛城さんは、音楽スクールに通い、そして1973年にヤマハのポップコンに、朝霧町名義で出場して歌唱賞を受賞。翌年は葛城ユキに改名して最優秀賞を受賞すると、晴れてデビューを果たしていますが、プロの道は甘くなく、不遇の時を経て、1980年にユキに改名して心機一転、ジャンルをロックに変えて、ボニー・タイラーの、シッティング・オン・ザ・エッジ・オブ・ジ・オーシャンのカバー曲、悲しみのオーシャンがヒットして、息を吹き返した葛城さん。カーリーヘアを振り乱し、ハスキーな声でシャウトするパワフルなステージで、女性版ロッド・スチュワートの異名を取って、1983年にボヘミアンで一世風靡した葛城さん。同年、あることが発覚して大騒ぎになっています。実は、葛城さんが既婚者であることが発覚したのです。なぜわかったかというと、ボヘミアンがヒットしたことで、引っ張りだこだった葛城ユキさん。1983年8月の全国ツアー中に、腹膜炎を起こして緊急搬送されたのです。帰郷後に手術を受け入院していた葛城さん。本名は確か田中小夜子のはずなのに、病室の名札には違う名字が書かれていたのです。大騒ぎしたマスコミが事務所に詰め寄ると、たちまち4年前に結婚していたことが判明。ですが、当の葛城ユキさんは、別に隠していたわけではなく、芸能界とは関係ない人だから、公表する必要がなかったと明かしています。この一件で、ボヘミアンはさらにヒットして、ついには41万枚を売り上げることになります。旦那さんは、一般のサラリーマンという情報のほか、一切明かされておらず、子供についても、何も情報がありませんでした。そっとしておいて欲しかったのかもしれません。ですが、またしてもとんでもないことが起こります。2003年、葛城さんが54歳の時、人気番組、トンネルズの皆さんのおかげでしたで、人間大砲というゲームに出演した時、大砲から打ち出された葛城さんは、ウレタンが敷き詰められたプールに、頭から突っ込むように落下してしまい、胸椎粉砕骨折などの大怪我を負ってしまい、背中にチタンの支柱を埋め込むという、5時間にも及ぶ大手術は成功したのですが、当時は体が1ミリも動かない状態になって、引退も覚悟したという葛城ユキさん。その後、驚異的な回復を見せて、再びステージで歌いたいという一心で、半年後のライブで復活を果たしています。そんな大変な目に遭った葛城さんに、
入院中の一番の思い出を聞いたところ、今まで内緒にしてきたんだけど、私にとって人生最高の味は退院の前日に飲んだビールという返事が返ってきたんだとか。ビールが大好きな葛城さん、退院の前日に我慢できず、関係者にこっそり寿司と350の缶ビールを買ってきてもらったそうです。いかにも葛城さんらしいですね。そんな葛城さんに3度悲劇が襲います。2021年原発性腹膜がんを患っていることが判明。年間10万人あたり6人未満の希少がんで、しかもステージ4で肝臓にも転移していて、がんと戦うことをファンに誓い、2021年の5月から入院治療に専念して、2022年5月の夢グループのコンサート、夢スター春秋では病気を公表して以来、約1年1ヶ月ぶりにステージ復帰を果たした葛城さん、車椅子に座ったままでしたが、力強い歌声を披露した葛城さん、その翌週に体調が悪化したにもかかわらず、入院はせずステージ上で死にたいといった本人の強い希望で、6月17日に再度夢グループのコンサートに出演。昼の部では今にも消え入るような声でローズを一曲のみ歌唱。まさに命を懸けて魂で歌うその姿に、見る者すべてが胸を打たれたのだとか。しかし夜の部では歌える状態ではなく、車椅子をベッドのように倒した状態でトークショーに出た葛城さんは、自分の人生に悔いはない、幸せでした、私の人生は感謝感謝ですと、ファンや共演者たちに伝えていたそうです。そしてこれが葛城さんのラストステージになるのです。あと数日と余命宣告を受けた葛城さん、その日の3日前からお世話になった恩師や友人に感謝を伝える電話をかけていたといいます。最後は自分で救急車も呼んだのだとか、病院で最後を迎えるつもりだったのです。なぜかというと、自宅では周りに迷惑がかかるかもしれない、そう思ってのことだったそうです。そして2022年6月27日の午後2時16分、葛城さんは実の姉と関係者に看取られ、眠るように73歳の人生に幕を引いたそうです。最後の言葉は声を振り絞るようなありがとうだったそうです。しかしご主人やお子さんのことは語られてなかったのが不自然に感じたのですが、噂ではおそらくご主人とは早くに別れてしまい、お子さんもいなかったとも言われています。ボヘミアンをはじめ数々のヒット曲を生み出し、日本の女性ロックシンガーの先駆けとして多くのファンに愛されて、最後まで歌い続け駆け抜けた葛城さん、くしくも最後に歌ったローズという曲は、どんなに苦しくてもいつか大輪の花が咲くことを信じて頑張ろうという思いが詰まった名曲で、葛城さんはまさか自分を励ます歌になるとは思いませんでしたと笑って話していたそうです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？幾度ものピンチから這い上がった葛城さん、その凄まじいまでの歌うことへの執念とは裏腹に、周囲の人への細やかな気配りは意外に思う人もいるかもしれませんが、それこそが葛城ゆきさんの真の姿だったのかもしれませんね。天国で思う存分歌ってください。合唱。